ようと思ってやりました。おはようございます。まあ寝起きやから全然声が出ないですね。レイさんと、あれ、あのミラーボールありがとうございます。佐藤まささん、白ペンライトありがとうございます。高秀さん、ダルマありがとうございます。やばいですよ、もう寝起きすぎて声が、うん、あちの辻さん、ペンライトありがとうございます。ワンタンさん、ハートありがとうございます。声大丈夫？え、大丈夫ですけど、寝起きなんで、ね、まだ寝起きって言ってもちょっと経ってるけど、起きてからずっと声出してなかったから。昨日公園入って、わー、ありがとうございます。昨日はね、アミタの生誕祭で、私はお手紙係じゃなかったんですけど、色紙をね、任せてもらう、なんか、うん、色紙をやらさせてもらって、あ、高松さん、ビーチボール、これビーチボールありがとうございます。ケンなんて、ケントさん、分からへんけど、めっちゃかわいいさん、かわいいさんじゃない、かわいいスタンプありがとうございます。やばいよ、朝だから。朝もう食べたの？まだ食べてないんです。これ終わってから食べようかなって思ってます。今日は傘持ってきや、え、今日雨降るんですか？知らないんですけど、ありがとうございます。しょうまさん、あとありがとうございます。たくさんレオの配信見たの、見たってか聞いてました。なんか始まった時におはようって言って終わりま、聞いてました。その後ずっと、はい、しょうくん、七夕かな、これ、ありがとう。ケントさん、ラブレターありがとうございます。あ、色紙かわいかった、ありがとうございます。もうなんか急にね、マネージャーさんから呼び出されて、何何って思ってたらびっくりしました。色紙改定だったので嬉しかったですね。でも手紙書けなかったのでね、見送りの時は雨やポーズしたのに、あ、見ましたよ、え、見ましたけど、なんか焦ったんですよ、なんか。あ、シュンタさん、ビーチボールありがとうございます。あさゆみさん、おはようございます。おはようございます。むっちゃさん、ビーチボールありがとうございます。これ毎回迷うね、バレーボールかなんかビーチボール。雨降る今日このコメント欄です、よかったです、ちょっとこの話題が出て。タヌープーチャーさん、タヌープーチャーさん、白ペンライトありがとうございます。最年少メンバーですね。エレネポテと呼び、ケーキしながら、そうですね、今
は本当に最年少です。アミちゃんが同い年のアミちゃんが13歳になっちゃったので、公演かっこよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。あみちゃん昨日泣かなかったね。泣かなかったですね。なんか面白くてうん、面白くてそれでなんか泣けなかったです。あ、すごいなって思ったら笑いが起こってみたいな、ボケて笑いが起こってボケてみたいな。マジでいっぱい出はないかな。ジャブですこと、これはね、いつもなんですなんか書きたいことにプラス自分の好きなやつを入れてるんです。これじゃああれなのか曇りなのかわかんないよ。北海道か、北海道はどうなんだろう。大阪府県雨降ってもね、北海道わかんないもんね。名前言いにくくてごめんなさい。いやです、私のね目が悪くてね、プーカプーカ見えなかったんです。あ、フォローしました。ウォリンスキーさん、ありがとうございます。アミとお父さん面白かったし、ほんとめっちゃ面白かったです。アミ子が可愛かった。お役目の時ゆきあやでハートを作ってくれてありがとう。ありがとうございます。横なのでね、プキちゃん、プキちゃんゆきのもとはアミとスピーチ頑張ってない。頑張ってた、めっちゃ可愛かったです。シュッタさん、ハートありがとうございます。3つのハートたくさん。ちょっとウォリンスキーさん短冊ありがとうございます。短冊か、いや、またジャロップはあやみの面からの白の文字か、そうです、白の絵文字と白のハートと、うん、白のハートと、あとなんか自分の好きなやつ、なんか自分の好きなやつが白が多いです。なんかブランデーの紫みたいな、ここなこれでよくなんか水飲んでます。何も飲まへんかったらほんまに何言ってるか分からなくなりそうやったから水を飲んできました。ヒゲジーしーちゃん、しーちゃん先生さん、あとありがとうございます。みきちゃんどこ。みきちゃんね、消えたさっきまで一緒におったんやけどね。おっと間違えちゃった。おはよう、朝から珍しいね。そうです、昨日のね公演の時に配信できなかったので、今日やりました。今あ、翼さんハートたくさんありがとうございます。元々タコエリのところのニャンコの名前だよね。え、違かった気がする。え、なんかでもコヨリンが一
一番初めにプキちゃんって言い出して、そっからプキちゃん呼びが流行った気がする。わかんない、何やったっけな、結構前からプキちゃん呼びが多いから、みんなおしゃれながら使ってるな、すごい。でもこれもね、でもそんなおしゃれながらしないんですよ。私んちもあのいつも使ってるカラフルのあの使いやすいコップぐらい。麦ちゃん起きてたのね。そうなんです、一応起きてるんですけど、どっか行っちゃいました。ちょっと暑いのです。さん、ハートありがとうございます。たくさんダニエルさんありがとうございます。カラオケでは水水分は必需品なのよ。本当になかったらね、どんだけお腹で歌ってもなんか痛めそうです。11月3日で13歳とは本当に若いですね。そうですか、ね、遅い生まれなんでね、私。君はスライムグラス、スライムグラスって何？え、初めて聞いた。見せていいよ。あ、そうでした、ダニエル。ハートありがとう。平成22年生まれ、そうですね、22か、ちょっと分からへんかな、たまに平成で数えたら分からへん。おいしい、メールとは今後に絶対配信できんやん。そうなんです、だから朝にやりました。昨日はねちょっとできなくて、で公演終わりも8時過ぎちゃってたんで、今日も夕方できないんで朝にしました。ドラクエ、ドラゴンクエストのゲームに出てくるスライムのキャラのグラス使ってるよ。そうなんですね、スライム知ってますよ。なんか水色とかいろんな色ある。たまに王冠かぶってるやつあります。木永瀬さん、まゆみさんもポテトグリップでは初かな、初かな。え、木永瀬は多分初です。なんですけど、あゆみは、NMB の中ではいなかったような気がします。わかんない。あ、ダニエルハートありがとう。たくさん朝早いね。そうですね、でも6時半から7時までね、レオちゃんが大あのナンバー新しいわけ大作戦で配信するので、その後の7時からにしました。ブレイクでブキナガサダジョさんは有名ですよ。あ、知ってます、知ってますっていうか、知りました、最近、めっちゃ最近ですけどね。同じ名字の方がいるって。昨日よアミちゃん生誕、昨日ナミちゃんの生誕最前列で見てたよ。え、すごっ。どこら辺にいましたか、端っこら辺とか真ん中ら辺とか。
ば、もう15分経過しました。30分までやろうと思います。今日学校もあるのでね。チャローさん、ゆきやんさん、はじめまして、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。ナンバーの鉄人、そうですね。あ、キャスさん、レインボースターありがとうございます。イカマミルさん、会いたいスタンプありがとうございます。今日暑くなりそうですよ。わあ、暑いのが、なんか暑かったら、でもプールとか海とか涼しく感じるんですけど、そこに行くまでの、ね、道のりが暑いからね、わあって溶けちゃいそうになってます。いつも学校行く時とかたまに暑い日あるんですけど、もう暑、もめっちゃ暑かった、溶けてますよ、ちょっと溶けてます。そうじゃさん、ハート3つのやつありがとうございます。東京はそこまで今日は暑くないっぽいよ。いいな、涼しい地方に一回行ってみたい、夏に。で、来週やるライブのアクキー買いました。ありがとうございます。あれですか、なんか浴衣とかのやつですかね。ありがとうございます。何やる、これなんだ、あ、流れ星か、ありがとうございます。かわいい、髪が伸びて、そうです、ちょっと今扇風機めっちゃ当ててて、定時2の小よりによりの最善について、網のうちは黒三河つけてたのは近いて、あの、あー、いつもありがとうございます。黒三河、おはよう、昨日ありがとう、ありがとうございました。昨日はね、先週ずっと青森に行ったけど、暑いの、暑いよ。暑いんだ。あれ、そこ北海道の一番先と書いて、一番先っぽなところ。何しやろ。ごめん、皆さん、会いたいスタンプありがとうございます。セブンのかき氷食べたら、あ、あのいちごのやつですか、どうでしたか。あれめっちゃ好きなんですよ、私。安いし、美味しいし、量も多いし、まあまあ多いしね。軽井沢にも来てね。軽井沢ってどこでしたっけ。軽井沢だけはね、聞いたことあるんですよ。それが何県かわからない。7名のかき氷食べた。まだ食べてないんですよ。食べたいですね。今日からマックでフラッペ始まるよ。すごっ。なんか最近マカロンやってませんでした。マック先っぽに近いとかだけど、今18度。すごっ。今何度ぐらいなんやろ。でも絶対20度は超えてるよね、大阪は。すごい涼しそう。昨日みんなから溶けちゃうって心配されて、溶けませんって言ってたのやった。昨日ないですか、5人かな、ユニット前の。プキちゃんね、あの、でも細すぎて、なんかもっと細くなったらなくなっちゃいそうです。怖い。なくなっちゃったら怖いよ。で、あの、お見送り会じゃないわ、最後の挨拶のところに手つなぐんですけど、もうゆきさん、ここが細すぎてちょっと、すごいってなる。もうね、
なんかスタイルよく見えるじゃないですか、細かったらわかんないけど、ユキノンがめスタイルいいのかもしれないんですけど、これでは長野だよ。あ、そうなんですね、長野か、覚えとこう。ルカスさん、ビーチボールありがとうございます。クーラー壊してたのを10年ぐらい修理してくれたから、ずっと80度我慢しました。え、80度ってすごい、え、やばい、熱中症とかならなかったですか？マクドのマカロンセットって食べたよ。私食べてないんですよ、食べてみたいんですけどね。AKB48 にも過去にあゆみさんはいませんでした。似た名前の人は住みたけどね、特に NNB でもね、似たような名前が結構いはるんですけど、漢字が一緒な方が多いです。多くはないか、多いのか分かんない。長政さん、ハートたくさんありがとうございます。そう、山本彩香さんとかね、もうさやかさんは漢字が一緒です。山本さやかさん、ゆきの独特で面白いよね。面白いです。あのね、なんか裏っていうか、なんていうの、普通にみんなで一緒にいる時もあんな感じで嬉しいです。今日の最高気温29度だって。昨日よりは涼しい。そうなんですね。あ、待って、もう30分や、やばい。で、全然やめてなかった。ちょっとね、誕生を読みしたいと思います。30分なのでいきます。13位キャスさん、ありがとうございます。ちょっと喉がやばいです。12位、あやみのマッチ最善、ありがとうさん、ありがとうございます。11位、マー君さん、ありがとうございます。10位、デビルノイドさん、ありがとうございます。9位、ゆこまみるさん、ありがとうございます。8位、むいちょさん、ありがとうございます。7位、しゅんたさん、ありがとうございます。6位、ダニエル、ありがとう。5位、たかまささん、ありがとうございます。4位、トミーさん、ありがとうございます。3位、しょんまさん、ありがとうございます。2位、よもくん、ありがとう。1位、れいさん、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございましたね、こんな朝から。ありがとうございました。寝起きで声が全然だったんですけど、はい。ありがとうございました。もっちさん、マクシュースタンプありがとうございます。看護頑張って、頑張ります、ありがとうございます、ありがとうございました。ちょっとね、朝から配信になったんですけど、皆さん見に来てくださってありがとうございました。はい、じゃあまたいつか次配信するときは見に来てくれたら嬉しいです。ありがとうございました。